だったには弟の策略で家に戻れず盗賊に落ちぶれたけど、愛する人のため弟のいる城攻めた。見事城奪還、貴族に復帰。盗賊やめない、裏切ればシアル飲みながら、なら私を殺してと愛する人へ、まさかその終わり方。お話はフリードリッフ・フォン・シーラー君と